こちらにも、はい、こちらにも、こちらにも、はい、はい、どうぞ。はい、いいですか。お願いします。はい、お願いします。はい、大変残念というか、がっかりというか、半分怒りを込めてこの席に座っております。立法府の今後の方向性、是正に期待するっていう、なんか我々としては平成24年26年の判決より後退した判決というふうに受け止めて大変がっかりしております。想像もできなかった判決です。前の法ですね、判例を変えていいんだという理由が何もなくて最高裁が変えてしまった。これはまさに最高裁自らですね、法判例という法を破壊してしまったと。